今回のサノテレは豊かな自然を背景に学ぶ扇小学校の話題からスタートです。今回のサノテレはご覧の内容でお送りします。特色のある教育環境の中で子どもを学ばせたい、あるいはその児童自身が学びたいという希望があれば、一定の条件のもと規定の通学区域外からでも入学・転学できるというのが特認校の特徴。サノテレでは泉佐野市にある3つの特認校を紹介しているわけなんですが、今回ご紹介するのは山あいに佇む木造校舎の扇小学校。教育目標はこちらです。扇小学校の林校長先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや先生、まず私ここに初めて来てびっくりしたのが、はい、木造の校舎ということで、はい、平成13年にこの新校舎が完成したっていうことなんですが、はい、とても温かい雰囲気の校舎ですね。ありがとうございます。まず本校のこの地域からお知らせしたいんですけども、2013年に大阪府で初めて日根野町扇の農村景観というものが国の重要文化的景観に指定されています。先月5月ですけども、中世日根野町の景色がこれも日本遺産に登録されたんですね。そういった歴史と文化と何よりもこう自然に囲まれた地域ですので、扇の地域の方々が新しく校舎を作るんだったら、やっぱりこの地域に合った校舎にしてほしい、木造にこだわってほしいってことの思いがやっぱ強くあったようです。扇の村から木を切り出してきて、今の扇の小学校の中にもたくさんその木が据えられています。そうした思いの中である扇小学校だと思っています。本校特色としてその自然を生かした活動をやっぱりたくさん取り入れたいので、春のわらび取りに始まって、芋の苗を植えたり田植え根刈りはもちろんですけども、秋のみかん狩りですとか大根掘りですとか、もう一年中自然を満喫するような教育活動を取り入れているのが本校の一番の特色だと思っています。そしてこちらでは少人数を生かした学習指導をされているということなんですが、現在どれぐらいの児童さんがいらっしゃるんでしょうか。はい、この6月からアメリカ・ニューヨークから2人の体験入学児童を受け入れているんですけども、合わせて54名という非常に小さな学校です。一番少ないクラスは6名しかいませんので、6人で授業をやっている状況があるんですが、その54名のうち扇の地域の子は5名しかいません。たくさんの子どもたちが地区外からこの学校にスクールバスを活用したり保護者の送迎によって通ってくれている実態があります。でこの小規模少人数というのも本校の特色ですので、できるだけ少人数でしかできない授業を心がけています。きめ細かな授業であったり、子どもたちの小さな変化に気づいたり、それを見逃さない授業というのを教師たちと一緒に考えながら日々の授業を行っています。校長先生に学校内をご案内していただきました。では早速ですけども、はい、まず1年生の教室からお願いします。はい、ではどんな感じなんでしょう。あー、めちゃめちゃ机が、見てください、低いかわいいですね。しかも全部木製なんですか。そうですね、扇小学校の特色はやはりこの木造校舎です。その木造校舎に合う机椅子を地域の方も選びたかったようで、地域の方々の寄贈だと聞いています。あ、はい、そうなんですね。見ていただくと分かるんですけども、はい、机も椅子も、高さが調節できます。あ、ですから1年生の時にこの机は君の机だって貸し与えます。これをもう教室を2年生、3年生、4年生、5年生、6年生までずっと自分の机として、椅子として6年間使いますので、大事にしますね。そうですね。はい、続いては多目的室です。多目的室、ぜひご覧ください。うわー、照明めちゃくちゃおしゃれ、すごいですね、広い。こちらは何をする。実は地域との共有スペースになっています。地域の方々は夜にここで会議をしたりカラオケをしたりっていうふうにいろんな活用の仕方があるんですけども、昼間は学校が優先的に使わせてもらっています。児童が朝礼を行ったりとか
年2回ですけども全校で給食を食べるという活動もこの部屋で行っています。はい、すごい。なかなかね、あの市内とかの大きい学校とかになってくると、はい、そういうことってできないの で、 そうです、ね、やっぱりこういう少人数でやってるからこそできる、はい、だと思います。特色ですね、はい、先生じゃあ次はどちらに。はい、2階上がっていただいて、はい、2階のスペースを見ていただきたいんですけども、はい、ここに扇小学校の木造校舎への地域の思いが入っておりますので、思いが詰まった2階なんです、ね。はい、ぜひここをご覧いただきたいと思います。わかりました。でもまたこの屋根の高いのも扇小学校特徴だと思うんですけども、確かにすごい天井高いので開放感がすごいです。なんか私がいた頃って学校めっちゃ天井低くてなんか怖くて狭いイメージだったんですけど、はい、これだけ廊下も広いし天井も高いので、はい、開放感あっていいですね。だと思います。あの目に入る見えるところに木がたくさんありますので、まあ、子どもたちの気持ちもゆったりするといいますか、はい、あの落ち着けると思いますね。そうですね。ではこちらですか。はい、このスペースです。はい、さあ、ここはあのカリオンが上に設置されているホールなんですけども、はい、この木が扇の村の人たちが自分たちの山から切り出してきて1階の玄関ホールからこの上まで突き抜けるようなシンボルツリーとして使ってほしいということで寄贈いただきました。なるほど。あ、下の玄関に確かにありましたね、これに。そうですね、似たような木が、はい、もう下だけ見てもわからないんですけども、ね、ここへ来ていただいてこの高い木が分かるという状況ですね。すごいですね。なかなかこの高さっていうのもないですし。ないと思います。はい、このスペースはもう子供たちが自由に使えるスペースなので、休み時間にここで座ったりここで本を読んだりっていうふうにほんま自由に使っている場所ですね。なかなかもう普通の小学校ではないスペースですよね。はい、だと思います。そしてこちらが体育館ですね。はい、すごい。なかなかこの屋根といいますか天井はないかと思います。すごいアーチ状ですよ。いや、ここまで天井高い体育館ってなかなかなくないですか。そうですね。ここにもたくさん木を使っていて、やっぱ木の学校、木造の学校ってことを体育館にも意識したところがあると思うんですね。なかなかあの体育館って結構私のイメージ、勝手なイメージなんですけど、はい、縦に使うイメージが多くて。よくお気づきですね。はい、舞台が横っていうのは珍しいと言われます。めちゃくちゃ珍しいですよね。はい、この、はい、横にあると思って。でも実際にはもう真ん中だけで子どもたちが収まってしまうので、はい、なるほど。その舞台の左右の木が先ほど見ていただいたこれ、この木も村の木造だと聞いています。またこの扇小学校はすごく自然が豊かということなんですけれども、はい、今日はまた特別な日でもあるんですよね。そうなんです。この6月のこの時期もう小学校のすぐ近くでホタルが飛び交いますので、今日は本校の子どもたちと保護者を対象にしたホタル見会を企画しています。校長先生、この夏扇小学校ではサマースクールが行われるということなんですが、はい、7月20日の土曜日ですけども、この扇小学校の下を流れる川を体験していただく川遊びですとか飯盒炊爨体験をしてもらう、そういうのサマースクールという行事を企画しています。特任児童の募集行事の一つなんですけども、もし雨が降ったら扇の木を使った木工細工を体験してもらうとか、小学校でやっている自然体験活動を少し一部とにあの真似ていただくといいますか、体験していただく行事と考えています。ホームページでも紹介していますし、市内の幼稚園、子ども園、保育所、保育園の方にもチラシとかポスターを配布させていただきますので、関心のある方はぜひ申し込んでいただけたらと思っています。今回ご紹介した扇小学校をはじめとする特任校の来年度児童募集については泉佐野市のホームページでお知らせします。詳細については泉佐野市の学校教育課あるいは各小学校にお問い合わせください。佐野テレ、おいしく楽しく食でつながる泉佐野食品コンビナート協会フェスタ2019。さあ一体どんな催しなんでしょうか。
食に関係する企業が集う泉佐野食品コンビナート。今日はここでそれぞれの企業の特色を生かした体験イベントが行われています。今回のイベントが始められたきっかけって何だったんですか？そうですね、食品コンビナートの、地元であります泉佐野市のですね、地域の方、そして、子どもたちにですね、食品コンビナート各社のですね、どういったことをしているのかというのをね、紹介しようかなということと、それがですね、食の教育、それにつながればいいなということで、2013年から2年に1回、開催ということで、本日今年がですね、4回目になります。毎回ですね、各社さん の特徴のあるイベントを、各社さんで行っていただきましてですね、そして、中央会場の方でですね、スタンプラリーということで、各社さんの、ラリーポイントを回っていただくとですね、最後に、景品をですね、お渡しするということになります。その他にですね、この中央会場ではですね、いろいろ模擬店ですね、たこ焼きですとかですね、綿菓子とかそういった模擬店も行っております。で、そうするとですね、全体で、1日2回ですけども、稚魚の放流をですね、この湾内で、行うことになっておりまして、市民の方にですね、いろいろ楽しんでいただけたらなというふうに思っております。さあ、こちらはマヨネーズでおなじみのキューピーさんです。手作りのマヨネーズ作りが体験できるそうです。手作りしてもらったの、自分たちの作ってもらったのと工場で作ったマヨネーズ、どっちが美味しいかっていうのを食べ比べしてもらいたいと思います。一つはこう一生懸命混ぜる、この二つ目は油はゆっくりずっと入れますよ、入れながら混ぜますよ。で、もう一つ一番大事なところは、おいしくなれおいしくなれって言いながらやってください。味見した自分のマヨネーズどうだった？キューピーの方が美味しくて、キューピーの方が美味しかった。やっぱり工場の方が美味しいです。ごめんなさいって感じですけど、なんか作ったやつはやっぱり柔らかすぎるのかな、お酢っぽい。キューピーのマヨネーズの方はなんか普通のよりも甘くて美味しいけど、こっちはちょっと酸っぱい感じ。ちょっとお酢入れすぎたかなって感じ。はい、続いてはペコちゃんと一緒に記念撮影が楽しめる藤屋さんです。ペコちゃんと写真撮れてどうですか？嬉しかった。嬉しかった。ペコちゃんはお店に首の動くお人形を置いてるのがイメージがあって、可愛くて、ペコちゃんのほっぺも美味しくて、ミルキー、ね、ペコちゃん何個置いてるかなっていうやつ探して喜んでるんで。お子さんも、はい、いいですね、世代を超えてでもね、はい、今回のイベントでは各コンビナートを巡るスタンプラリーも開催されています。それでは少しお話を伺ってみましょう。もう結構たくさん回られてますか？もう全部回りましたね。あ、全部。砂糖の原料を山積みでいっぱいやってるところがすごく良かったですね。工場見学させてもらえたんで、なんか勉強になりました。ペットボトルのところはなんかちっちゃい子供でも結構遊べる、ボーリングとかしたりしてお菓子もらえて、子供と一緒に参加できるので、はい、家族ぐるみでみんな来れて楽しいです。私たちが生きていく上で欠かせない食、私も食べること大好き人間なんですけど、こうした食に携わる企業があるおかげで私たちは生かされ、そして幸せを届けていただいてるんだなと改めて感じました。皆さんいつも本当にありがとうございます。さあ、今年もやってきました、とっておきの音楽祭 in リンクー大阪、そしてリンクータウンアルキメデス。今日はなんと30度を超える暑さになるということなんですが、その暑さにも負けず大いに音楽を楽しみ、大いに歩きたいと思います。2001年仙台市からスタートしたとっておきの音楽祭、障害のある人もない人も共に音楽を楽しみ、音楽の力で心のバリアフリーを目指す音楽祭ということで、全国でも多くの団体がこの趣旨に賛同。
徐々にその輪が広がってきています。みんな違ってみんないい、それぞれが違うことを互いに認め合い尊重することが心のバリアフリーにつながる、そんな思いを音楽を通して広げていきます。さあ、こちらとっておきの音楽祭のガイドブックなんですけれども、中にですね会場マップがあります。今回計6箇所あるんですけれども、中でもこちら、なんと新設で夕日が見える丘会場というのが去年から新たに1つ増えています。早速この会場に行ってみましょう。あ、音楽が聞こえてきましたよ。ここですね、夕日が見える丘会場。さあ、こちらにはとっておき屋台大集合ということで屋台が並んでいます。さあ、アルキメデスをやってから食べようかなって思ったんですけれども、さすがに気温高くて暑いのでかき氷あるんでかき氷頼んできます。すいません、かき氷一つください。これはこうしたらいいのかな。こうか、こうしたらいいんですね。こういうこと、うん、冷たくて甘いです。やっぱり暑い時は暑いものがいいですね。さあ、次はいよいよリンクータウンアルキメデスに挑戦です。とっておきの音楽祭とのコラボ企画、リンクータウンアルキメデスは歩くことによる健康づくりの推進とリンクータウンのにぎわいを図るためのウォーキングイベントです。音楽祭の6会場とチェックポイントの合計8会場をスタンプラリーと音楽を楽しみながらウォーキングでゆっくり回遊する、まさに一度で二度おいしいイベントなんです。さあ、こちらがアルキメデスの受付場所になります。去年はこちらの専用歩数計のみの参加になったんですけれども、今年はなんとこちら D ヘルスケアのアプリでも参加することができるようになりました。私もこのアプリダウンロードしたので早速受付してきます。スタンプラリー入っておりますので。はい、わかりました。頑張ってきてください。はい、頑張ってきます。お気をつけて。はい、ではこちらパンフレットと中にスタンプラリーのカードもらったので、それでは行ってきます。スタンプカードにはご覧のように計8つの会場名が書かれています。歩いた歩数とスタンプ数に応じたボーナス歩数の合計が8000歩以上なら商品が当たる抽選会にも参加できるようです。さあ、途中からこのタオルをかけてるんですけれども、これはですね、このとっておきの音楽祭ではカンパをもらって運営してるんですけれども、1000以上カンパを出すとこの先週タオルがもらえるんです。すごい可愛い。3つ目ゲットしました。ゲットしました。ありがとうございます。5個目ゲットしました。とっておきの音楽祭もいよいよ終盤、この石舞台会場で私もフィナーレを楽しみたいと思います。よし、
すごいいろんなジャンルの人がいてすごい楽しかったです、はい、あめっちゃ嬉しかったです。めっちゃ楽しかった。楽しかったですか。楽しかったです。こんなね天気も良かったし海のところで気持ちいいですね。音楽があるからなんかいろいろね楽しかったり、うん、あると思います。はい、人生を彩るものです。なるほど、わかりました。ありがとうございます。サノテレ。サノポで散歩。このコーナーではこちら泉佐野ポイントカード、通称サノポが使えるお店や各種サービスをご紹介していきます。今回ご紹介するのはウェルカムウッズさんです。泉佐野駅から徒歩5分のところにあるウェルカムウッズ。キャッチコピーはアジアの片隅から世界へお土産を。一体どういったお土産があるんでしょうね。今回は泉州を中心に活躍するお笑いコンビスカイブリーチのお二人にご案内していただきます。お二人、そもそもなんですけれども、はい、スカイブリーチのお二人はこのお店とはどういった関わりがあるんでしょうか。それはですね、まあ、こう見てもらうと分かるんですけど、双子の姉妹でやらさせてもらって。どう見えてんの。絶対違うやん。違うんですか。いや、田尻町の幼馴染コンビで僕らやってるんですけれども、はいはいはい、このスカイブリッジの活動を、うん、ここの店長さんが知ってくださってて、でそれでお声掛けいただいて、いろいろね、そうショップカードとかデザインしようか、うん、デザインさせていただきました。もう家行きますもんね。家めっちゃ行きますよ。家行きます。家めっちゃ行くし。そんなに仲いい。雇りとか一緒に。いや、どういう。お願いします。はい、お願いします。では早速なんですが、はい、一日店長のお二人に、はい、店内をちょっと紹介していただきたいなと。なるほど。はい、こちらですね、はいはい。大人気商品、ピスタチオでございます。なるほど。ピスタチオ、はい、しかもわさび味。そうなんです。わさび味。これ真っ赤ですよね、だから。めちゃめちゃ緑ないよ。わさびやから、緑や。辛いけどね。辛いです、ね。でもわさびの風味がいいですから。そうなんです。なんか海外の人にも人気、ね。食べたことあるけど。そう。うん、美味しかった。どうでした？もう体緑になりました。やばい。こちらはですね、あのリンクのホテルにも置いてある、この人気商品をこのお店にも置いてるということなんですね。はい。なるほど。地域 の, あのホテルにも置いてるものがここでも手に入るということでございます。それいいですよね。わざわざそのホテルに泊まってなくても、ね、ここに来れば買えるし、しかもお値段もお手頃だし、もうここも泊まれるようにしたいんですよ、ね、いや、宿泊施設にすんの。そう。いや、無理無理。逆にホテルとしてやっていくのね。そうやっていった。何答え。香川さんおいくつなんですか。違う、招きこちらもですね、うん、地域の呉服店から取り寄せた浴衣が置いてありますから。そうなんです。しかもこの浴衣見てください。ここの値段、まあ普通1万2000円で売ってるところですね、はい、なんと半額の6000円でございます。安っ。めちゃめちゃ攻めてるやん。めちゃ安っ。安いんです。次はこちらですね。はい、こちらです。雑貨がいっぱいあるんですけれども、こちらはこちらもですね、もはや地域のハンドメイド作家さんたちがもう作られた作品が販売してあるわけなんですよ。あ、こちらのお店はですね、海外からのお客さんにも大変人気のある商品を取り寄せますから。なんて僕言いました。いや、一回顎外れました。で、こちらの棚も同じくハンドメイドの作家さんの棚ですよね。はい、はい、こちらはですね、季節の特集となっておりまして、うん、傘の。そうなんです、ね、そうです。取られないようにするか。そうですよね。ビニール感だ。顎外れました。顎外れすぐに映るやん。もうこれもう夏、今回は夏なんですけど、まあ秋もなるんですよね。そう、秋もね、いろいろあって、うん、まあ秋はね、そのハロウィンのものだったりとかもいろいろありますよ、うんうん、え、じゃあ冬はどんな感じ。冬はやっぱクリスマス、クリスマスのいろいろあるよ。あ、なるほど。じゃあ春はサロンパス。はい、ありがとうございます。一連の流れで。なるほど。その後もやって帰ろうということで。さて、店内をいろいろ紹介していただいたんですが、はい、これからは人気商品ベスト3を発表していただけるということで、はい、はい、第3位こちらでございます。こちら、はい、炎焼きイカチーズ。めっちゃ美味しそう。どんな味するんでしょう、うん、チーズ。そう、チーズ。チーズと本当に香ばしいスルメイカがドッキングしてて、すごい濃厚というか美味しい。あと歯ごたえありますね。 すごい。なるほど。もうこれで顎は外れないと思います。鍛えれるやん。大丈夫で。鍛えれる。で、しかも味も濃いからビールとかお酒のあてにすっごいいいですね。やっぱこの珍味が海外の方にすごい人気みたいなんですよ。はい、なるほど。第2位はこちらです。抹茶アーモンドチョコレート。
ではいただきます。すごい抹茶が甘めなので、はい、あまり得意じゃない方でも全然、海外の方とかね、はい、やっぱり苦いのってそうですね、癖があるんで、お抹茶って得意じゃない方もいると思うんですが、そういう方でも全然いける、美味しい。あ、で食べ終わった後にその抹茶のいい香りがそうですなるほどふわってくる感じで、わびさび味なんです。わびさび味、はい、珍しい味ですね。でも京都を感じる香りですね。すごい、そうなんです、京都を感じる。では栄えある1位を、第1位お、こちらでございます。こちらカレーカシュー、はい、ということで、ね、もう待ってたやん。ありがとうございます。待ってて、これやらそうなあかんの。ありがとうございます。ドラえもんで言っていただきました。いただきます。あ、おいしい、これこれピリ辛のカレー味で、はい、いやこれはビール飲みたくなってハイボールとかビールが飲みたくなる、本当におつまみっていう。そうです。だから海外の方に人気っていう感じなんですね。はい、そうですね。美味しい。美味しいですよ。このウェルカムウッズはですね、もうアジアの片隅から世界へということで、この泉佐野から海外の方にも気に入っていただけるようなお土産が盛りだくさんですので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。みんなウェルカム、ウェルカム。おー、すごいの出ましたね。ありがとうございました。ありがとうございました。どういうことでしょうか。佐野テレ、佐野テレインフォメーション。6月28日金曜、29日土曜にインテックス大阪で我が国初の G20 サミットが開催されます。37の国や国際機関が参加し、各国代表団、報道政府関係者など約3万人が大阪、関西を訪れることが想定されており、6月27日木曜から30日日曜の4日間は大規模かつ長時間の交通規制が予定されています。開催期間中は渋滞などによりご不便をおかけする恐れがあることから、不要不急の外出、マイカー利用の自粛、電車の利用、業務用車両の運行調整などにご理解とご協力をお願いします。規制対象路線は阪神高速環状線を中心とした複数路線、湾岸線上りの一部、湾岸線下りの一部、関西空港連絡橋となります。またこれら4日間以外でも急遽の交通規制が行われる可能性や、対象路線以外の高速道路及び一般道においても各国首脳などの移動に伴い交通規制が行われる場合があります。詳しくは大阪府警察ホームページをご確認ください。お問い合わせは2019年 G20 大阪サミット関西推進協力協議会まで。食中毒といえば飲食店での食事が原因と思われがちですが、毎日食べている家庭の食事でも発生しています。家庭での発生では症状が軽いと風邪や寝冷えなどと思われがちで、食中毒と気づかない例もあります。食中毒予防の三原則は、食中毒菌をつけない、増やさない、やっつけるです。まずつけない基本は手洗いと食材の仕分けです。調理の前後は必ず手洗いをする。また買い物をした後や冷蔵庫内では食品の肉汁や魚などの水分が漏れないように、ビニール袋などにそれぞれ分けて包むようにしてください。次に増やさない基本、これは常温で長時間放置しないことです。購入したらすぐに持ち帰り、冷蔵庫や冷凍庫に入れるようにしてください。最後、やっつける基本は加熱です。肉などは中までしっかり熱を通すようにしてください。詳しくは健康推進課へお問い合わせください。6月23日から29日は男女共同参画週間です。内閣府の2019年度キャッチフレーズは男女共同参画、知る、学ぶ、考える、私の人生、私が作るです。男女共同参画社会とは、性別にとらわれることなくそれぞれの個性や能力を発揮できる社会です。その社会づくりのためには、仕事と生活の調和、ワークライフバランスの実現が不可欠です。誰もが子育てや介護が必要な時期など、個人の置かれた状況に応じて多様で柔軟な働き方が選択でき、しかも公正な処遇が確保されていることが大切なことです。この習慣を機に、皆さんも自身のワークライフバランスについて考えてみませんか。
詳しくは女性センターへお問い合わせください。それでは次回もそのテレでお会いしましょう。さようなら。